ハゴロモモ属は、水蓮目、ハゴロモモ科に分類される2属のうちの一つである。多年生の水草であり、約5種が含まれる。北米から南米の熱帯、温帯域に分布しているが、ハゴロモモは世界中に帰化しており、日本でも見られる。しばしばアクアリウムで金魚や熱帯魚と共に栽培される。特にハゴロモモは金魚藻と総称される水草の一つであり、極めて広く用いられている。学名をそのまま読んでカボンバの名で売買されていることも多い。1、ハゴロモモ属は基本的に沈水性の水草であり、淡水の地表や緩やかな河川、水路などに生育する。沈水葉は茎に対生、または三輪生し、細かく2差分岐している。不水葉をつけることもあり、不水葉は普通5生し、楕円型から矢尻形、小型で、前縁、葉柄は、葉心裏面中央付近につく。不水葉の気孔は葉脈に平行。花は、放射双生、両生花であり、水上に出て開花する。花被片は白色、黄色、紫色などであり、3枚ずつ2輪に配置する。内花被片の基部に1体の蜜腺が存在する。雄蕊は3個が1輪、または3個ずつ2輪につく。花糸は細長く、訳は開口する。リナマゴコロガワでありめしべは、普通3個が1輪につき、時に基部でやや合着する。中頭は登場。胚種は、子蕊1個あたりに3個、子房背軸面と後軸面につく。果実は、袋果状のヒレ開花。2R ハゴロモモの沈水葉は対生し、細かく二股分岐しているニビット、Cabomba aquaticaの花、不水葉と沈水葉にし、Cabomba furcataの花、不水葉と沈水葉水槽中のCabomba aquatica、ハゴロモモ属の植物は、松もや、草もなどと共に、金魚藻と総称され、アクアリウムにおいて、金魚や熱帯魚と共に栽培される。学名をそのまま読んで、カボンバの名で流通していることも多い。最も一般的な種であるハゴロモモが、カボンバと呼ばれることもある。ハゴロモモは、初心者向けと言われるが、水質は弱酸性が適しており、アルカリ性に傾くとバラバラになってしまうこともある。本種の栽培においては、香料や二酸化炭素の添加は気にしなくて良いとされる。グリーンカボンバと比べると、イエローカボンバやレッドカボンバは維持が難しいとされる。ハゴロモモ属には15種ほどが記載されているが、一般的にそのうち5種が認められていることが多い。葉の色や分岐程度などに基づいて分類されることがあるが、このような形質は環境条件による変異が大きい。そのため、種子の大きさや、形、表面構造が特に重視される。ありがとうございます。